ましてこんにちは。よろしくお願いします。ドラゴンズ応援イベントにメディオン豊田本店、皆さんご来店いただき誠にありがとうございます。いよいよ皆さんご期待のエコドアさんがですね、まもなくこのステージに、先ほど最新情報ですけども、控室からの情報ですけども、あ、嘘、もう来た、気が向いたら行くだの、そろそろ行くだの、行くかもしれっていう情報入ってたんですけど、もう来ましたよ、エコドアラさんです。わ、すげえ早っ。あ、いやいやいや、いいですよ、来てください、来てください、はい、尺調整しないし、いやー、帝国に登場いただきましてありがとうございます。エコドアラさんです、よろしくお願いします。あ、まずね、このパネルを使いながらね、ほぼほぼ等身大ですよね、上がるまでが時間がありますね。逆逆逆、左手上げていただいて、あ、そうそう、細かいですね、ありがとうございます。いざ向き合ってみてどうでしょうね。かっこいい、いいですよね。上がってください、上がってください、はい、ようやく到達しました、エコドアラさんです、よろしくお願いします。はい、エコドアラさん、こちらお願いしますよ。さあ、今日はトヨタ本店ということもございますけども、まあ、一言ご挨拶がてら皆さんにお願いしてよろしいですか。今日もね、朝からね、たくさんの方にお越しいただいています。そんな皆さんに向けての愛のこもったメッセージ、まずはエコドラさんにご協力いただきまして、その後ですね、皆さんにはクイズ大会、そしてじゃんけん大会、素敵なプレゼントも用意しています。どうぞご期待ください。お、さすがですね、寒い中ありがとうございます。比較的今日はノーマルに攻めてきましたね。意外ですね、帝国に来るし。何か今日はいいことがあったんですか。普段ね、だいたいね、5分遅れぐらいで来ますもんね。珍しく帝国に。そろそろ終わりの時間、始まってないですか。まあ、まだやりましょう、まだやりましょう、いいですか、やっていきましょうか。はい、お許しをいただきましたので進めてまいりたいと思います。ここからはエコクイズでございます。皆さんに今から僕が出題するクイズ答えていただいて、正解した方にはドアラさんの人形をプレゼントさせていただきますよ。ちなみにその人形今ここにあります。どんなものかご存知ないですね。そんな大きくない、そんな大きいやつ、大きい大きい、こんなんあったら欲しいですけどね。その中間ぐらい、その中間ぐらいのものが皆さんに当たりますので、どうぞご期待ください。あ、間がない人です。こんぐらい、こんぐらい、ちっちゃい、ちっちゃい。さあ、一通りやりましたね、行きましょうか。はい、じゃあちょっとエコクイズということで、ちょっと難しいかもしれません。これ、ドアラさんも一緒に考えてくださいね。よろしいですか。第1問、水道の蛇口を1分間開けていると、どのくらいの水が流れているでしょうか。何十リットル、正解は何十リットル、そんだけじゃない、もっともっと大量で、大量で、細長いな。何十リットルか。さあ、じゃあこれはね、基本的にはお子さんに当てていただきたいんで、お子さんにヒントを差し上げましょう。エコドアラさん、ちょっとだけ胸元いいっす、ちょっとだけいいっす。ああ、そういうことじゃない、そういうことじゃない、俺こっちじゃない、ちょっと正面向いて、はい、まあこっちでもいいっす。お子さんにヒントです。あ、ご協力ありがとうございました。じゃあ僕から
指名をさせていただきますね。あ、エコトラさん逆にあります。はい、じゃあそうですね、トラさんの耳つけてくれてる君、大きい声で、20リットル正解、おめでとうございます。じゃあ横戸原さん、こちら直接差し上げてください。おいでおいで、今からサイン入れます。ここで生でサイン入れます。よかったね。いつも戸原さんを応援してくれてるんですか？あげてるんだ。あ、そう。おいくつなの？4歳。そっか、ドアラさんのどんなとこが好き？耳？あ、そうなんだ。かわいいね。いつもつけて応援してくれてんだ。嬉しいですよね、エコドアラさんね。じゃあ差し上げてください。どうぞお受け取りください。じゃあ一瞬写真撮ります。一瞬、あれ、また、そう、握手だいたい握手せずに帰っちゃうんだよ。せっかくだから握手してもらって、お母さんどうぞお納めください。はいはいはい、やったー。はい、はい、おめでとうございます。よかったね。これからも、お、よかった、しっかりお礼言えた、ありがとう。まだ言いたいことがあるのかな。何か言いたい。おー、こういうことは本当チェック早いですよね。大丈夫、治りました。何か言いたいことあるの？言葉だと何？大好きですって。よかったですね。エコドワラさん、エコドワラさん、エコドワラさん大好きって言い直してあげて。エコドワラさん大好き。はい、ありがとう。これからも応援をよろしくお願いします。確かにドが2個あったけどね、エコとドアね、まあいいでしょう。本当、結構そういうところもチェック細かいですよね。耳もいい、鼻もいい、顔もいい、エコドアラさんです。よろしくお願いします。さあ、では、まだですよ、もうちょっとやってくださいよ。第2問いきますよ。さあ、これもちょっと難しいです。一緒に考えてくれてます。ちなみにさっき20リットルって分かりました？本当に？いい？ちょっとだけ。続いて、日本では1年間にどのくらいのゴミが家庭から捨てられていますか？ドーム何個分？ドーム、わかった、すげえな。ドーム何個分でお答えください。ちなみにドアラさんからの、エコドアラさんからのヒントがあります。正解これです。正解これです。これはなかなかの量ですよ。ドーム何個分、みんなの努力で変わってくる。おお、いいや、いいこと言ったら終わりじゃないかまとめた感出てますけど、いや確かにそうですよね。これ減らしていきたいですよね。小原さんの役目の一つでもありますもんね。素晴らしい、結構出てるんですよね。ドーム100うん10個分、100うん10個分だそうです。ヒントください、小原さん。答えこれです。140個分。分かったお子さんじゃあ次女の子行こうかな。はい、お、言えるかな、言えるかな。お母さん、お母さんいる？あ、いらっしゃる。はい、じゃあ大きな声で130って言えるかな、言えるかな。 OK、 いいよいいよ。おじさんを信じて、エコドラさんを信じて、大きな声でどうぞ。声が
わりしましたね今ね。言えました言えました。じゃあお嬢ちゃん前おいで、行こう行こう。可愛いな。お嬢ちゃん何歳ですか？2歳。ドアラさんのファンなんですか？はい、そうです。あ、じゃあよかったね、お受け取りください。写真ゆらゆら待ってるの可愛いですね。ゆらゆら2歳だそうです。あ、エコドアラさんがわざわざ膝まずいてサインしてみてる。はい、こっち向いて。立つかな立つかな。揺れてますね、ずっとね。なんか魔法持ってるバッターみたいですね。すごい警戒しながら握手してますね。よかったかな。はい、こっち見て。はいはいはい、はい、せっかくだからさ、特別よ。あ、優しいね、小田原さんね。はい、おめでとう。あー、いいの撮れた、いいの撮れた。はい、おめでとうございます。これからも小田原さんを応援してちょうだいね。ありがとうございます。嬉しいですね、エコドアラさんね。優しいですね。ちょっとだけね、照れ隠しですね。さあ、では続いてサービス問題いきましょう。これは、大人の方も含めてですね、とってもよりシンプルに簡単になっています。3択です。中日ドラゴンズに3択を細かいですね。素晴らしいですね、さすが。3択です。帰らないから、フィンランドに帰らない、まだいてくださいよ。最後が何？ソリ、ソリ。はい、ね、中日ドラゴンズに新加入する外国人投手は次のうちどれ？1番 E、 2番 F、 3番 G。 さあどれでしょう。まだ難しいかもしれないからヒント、エコドアラさんからヒント。なるほど、杖をついている。あ、おひげを生やしている。これはひょっとするとそういうことかな。そういうことかな。ナイスヒントありがとうございます。ではまあ比較的お子さんからの否定が強いんで行きましょう。じゃあドアラさんの耳つけてくれてる、大きな声でどうぞ。おお、いいね、元気な字いただきました、ありがとうございます。正解です。どうぞ前に来てください。そうですね、ディロン・ジー投手ですね。メジャーで50勝を挙げたジー投手、背番号60、活躍が期待されます。さあ、エコードーラさん、お父さんいいですか？お父さんかな。はい、じゃあ向こう向いて写真撮ろうか。よかったね。はい、おめでとうございます。よかったね。エコターン、はい、おめでとうございました。というわけでクイズは以上とさせていただきます。エコドアラさん、ご協力ありがとうございました。終わりじゃないです、はい、最近やっと分かってた、うん、そうまだ。続いてはここからはですね、じゃんけん大会を行いまして、皆さんにクリアファイルをプレゼントさせていただきます。え、俺とする最初はグー、じゃんけん G。 はい、ここで、はい、ああ。そんな落ち込まなくてもいいじゃないですか。そんな落ち込んでないでしょ。じゃんけんの1回や2回ね、まだ繰り返しつきますよ。エコドアラさん、これからじゃないですか。勝つまでやりましょう。じゃあエコドアラさんがね、そこまで忘れなくても。悔しかった、やっぱり悔しかった。負けることには慣れてないですもんね。
相手は俺じゃないですかね、皆さんとやっていただいて。あ、じゃあいい、よかったよかった、機嫌直った、よかったよかった。じゃああえて何個とは言いませんけども、皆さん一斉にじゃんけんを行い、個数限りがありますんで大体で決めていきます。よろしいでしょうか。じゃあ琴原さん、皆さん参加してくださいね。最初はグー、はい、じゃんけんぽい。方のみです。勝った方のみ。初期の方はそのまま手を挙げてください。お、一気に減りましたね。もう一回ぐらいいきますか。もう一回ぐらいいきますか。もう一回ぐらい、はい、いきましょう。最初はグー、じゃんけんぽん。初期の方のみ、初期の方のみ。どうでしょう、こんなもんかな。どうします。 OK、OK、じゃあ今チョキ出してる方そのまま上げといてください。今チョキを出した方にクリアファイルをプレゼントさせていただきます。これどうします。前来てもらいます。はい、ではあの気をつけて前の方お越しいただいていいですか。今チョキ出してる方だけです。恐れ入ります。連勝した方、じゃんけんのフォルムはこれと一緒でしたね、本当にね。ことわらさん、はい、どうぞお越しください。では直接お渡しいただけますか。あ、人数はっきりしてない。あ、意外といる。これなら大丈夫かな。はい、じゃあエコノワラさんからお受け取りくださいね。あ、ありがとうね。まだまだ初期やっててくれたんだね。律儀な子だね。疑ってないよ。ありがとうね。はい、どうぞお受け取りください。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、サインが入ったものです。特製です。お受け取りください。おめでとうございました。はい、おめでとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ね、彼は違うのね。もうないですね。流れ作業なんですね。はい、見て帰って、君は違うんだね。はい、ありがとうございました。というわけでエコノワラさんのステージ第1部は以上とさせていただきます。皆さんに何か最後締めくくりの一言、エコノワラさん頂戴してもいいですか。これで第1部終了ですよ。皆さんに一言頂戴できればと思います。今日もう一回ね、エコノワラさんステージに登場してくれます。14時から14時半までですね。およそ30分のステージ、およそ30分って言っときながらね、若干巻きでありますけど、帝国に来てくれたので、ね、今日はね、だいたい5分をしてくることを見越したタイムスケジュールとなってますから、そういった意味ではやっぱり神出鬼没エコドーラさんの動きというのは相変わらず読めないところがあります。さあ、そんなエコドーラさん第1部の締めくくりのコメント、さすがですよ。オリンピックもうすぐです。家電買って楽しんで。家電のことならもちろんエディオンでよろしくお願いします。いいコメントですけどね。あと12日ですもんね。オリンピックやっぱ気になってますか。ね、そうですよね。オリンピックも楽しんでいただき、そしてそこからつながっていくドラゴンズの、ね、シーズンインも出ます。知ってますよ。いや、無駄な、まあ、そうです、出ない、そうです、万が一出る可能性があると、ね、思ってた方がいるかもしれないので、ね、正確な情報ありがとうございます。はい、というわけでまた後ほどの登場となりますエコノワラさんでした。ありがとうございました。大きな拍手をお願いします。また後でどうぞ。エコノワラさんでした。